よっ。YouTube、撮ろう。完結やね。今回は森の動物の友好の証。いや、わかんないな。すみ。寝ちゃった、すみが。うわ、起きた。痛くないやろ。起きた。飛行。今回は森の動物の友好の証。説明せよ。お、はい、じゃあやっていきましょう。終わりそう、やばいやつ。もう始まんねんけど。森の動物と仲良くなったら、なんか森にあるものをくれたりするやろ。もうちょっとアニメの話になってる。まあそのリスがどんぐり持ってきてくれるとか、なんかもうちょっとでかい、例えば猿とかが鳴ってる果物を持ってきてくれたりとか、クマが魚置いてるとか、そう あれと同じで、今から3人部屋に行った状態で1人に部屋から抜けてもらいます。抜けた人はもうその瞬間動物となってもらって、何か有効な証のものを持ってきてここに置いてもらう。あんま置くとこ見たことないけどね。置いてあって、確か気づいたら置いてある。あいつがとかのイメージやけど、うん、置くとこはやるんや。これはもう皆さん次第で、もうお蔵入りになります。すんな、そんなことに。嫌な企画や。今じゃとりあえず持ってもらっていいですか。あ、そうか。これあったっけ。コンビニ時だけじゃん。毎回やるんや、これも。どうも、板橋ハウスです。板橋ハウスです。こっから取れて。それじゃあ今回の企画を、はい、ちょっとください。森の動物の友好の証。え？ちょっとわかんない。ハプニングが。ハプニングが起きてますけど。これはこれは？グルか。こいつらグルか。ということで、じゃあ早速。思いついた人からやっちゃいましょう。もう始まってる。あ、そっからか。動物や。警戒心が強い。江戸の森から来た。江戸時代の森から来た。そうなんかな。狐のどん兵衛です。こいつがネーミングの由来。狐そばとかではないの。雰囲気やん、こいつ。今なんて言った。あれ、狐そばとかではないの。ペース曲げちゃった。改めてやりたくねえ。だいぶ慎重。ああ、だいぶ慎重だな。フレームしか見えなかった。だいぶ慎重だな。フレームしか見えん。フレームしか見えん。あ、ちょ、何これ。俺らがうるさくしちゃうから、何これ、入ってこれないかもな。何これ。何なんマジで。あれメガネだけ。メガネだけや。あ、メガネは見せれんのかな。いい顔してる。不安そうな顔してる。大丈夫。人間初めて見た。おすすめの漫画。や。ジャンプの森から。ジャンプの森から来た。ジャンプの森からの。面白いです。面白い。君名前は？はい。斉藤です。人コンコン、あー、キツネだった。負けてたんや。人に負けてる。おもろ。ゴンとね、コンで。あ、なるほどね。はい。あいつうまいわ。あ、はい。
タイプ。おるよね、ああいう。ここのタイプや。フェレットみたいなタイプの。ハムスター的な。早い。早い。大丈夫、大丈夫。大丈夫。あ、大丈夫。あ、かわいい。も森森から調達した新宿から来た美味しいもの食べてくれた貢ぎ物やん。おい、歌舞伎町に歌舞伎町におる人歌舞伎町におる女の子友好的すぎるな。ハマりすぎって一番くれんのあれ帽子かぶって帽子なんかかぶってる。え、何イケてんな。なんかイケてる動物来たなんかイケてわなんここ意味わからんなここ力入れる意味わからん。えぇ、ー、何業者やん業者の人や。え、動物どこの森。山田電機から来たここ設置でいいですか業者やん。おいおい、ちょっと聞いてきます。おい、業者やん。何これ。ほんでスポットクーラー、何やねんスポットクーラーって。これは一応のガンダムの方。何やねんガンダムの方です。スポットクーラーやろ。何やねんガンダムの方って。おあれノックしたけど同じ感じなんや。入るよ。え、はい、あれおか入る。 あ、はい、えおかあれあれに、あれ、え、思春期のおかん思春期の息子を持つおかん。もう入っていい開けていいの開けていいの。何してて息子は。あ、言わんといけんのかな。いい、まあ、いいよとか。もういい、開けていい、入るよ。下着打ちお願いしていい。え、いいよ、入るよ。うん、うん、ちょっとあんたもうずっと、うん、ちょっと振っときなさい。おかんやん、その息子がね。何してた。部屋臭いからシャワー浴びてから部屋入ります。もうただおかんやな。おかんと動物って同じ感じなんや。あのちょっと開けてあれ、あれ動物どっちどっち。風呂入りなさい。わかんやなんちゃこれしょうもない。あれあれ動物じゃない。待って、動物じゃない。大丈夫、あんま騒がしたら逃げちゃうかも。大丈夫、どっちどっち。ご飯でかいわかんかよ。しょうもここ意味わからんって言っちゃう。何してんのマジで。意味がわからん。大丈夫。ああ、どっか行った。あ、ごめんね。なんで。あ、来た来た来た。大丈夫。何した。ああ、何何何ここ抜群に意味わからん。あ、来た来た。大丈夫。え、どうした。あ、キョロキョロしてる。キョロキョロしてる。どうしたどうした。どうした。何あれ、ダイランとスマッシュブラザーズ。これ、何、どうしたの。人間やろ、こいつ。中古品中古品出た。中古品ほんまや。中古品だ。値札を。これ中古品。どっから来たの。ゲオ。ゲオ店員さん。ゲオの。店員さん。ゲオ。ゲオの店員さん。ゲオ。じゃあ、ゲオって鳴き声なだけや。ゲオから来たわけじゃないから。あ、ゲオって鳴き声の何かや。大丈夫大丈夫。ゲオ、これ一緒にやる。ゲオ、やない。何あ、またね。ゲオこの後どうやって入ってくるんだ。確かに、この後どうやって入ってくるんやろうな。おい、おい、続行すんな。おい、説明せえ。竹内にだって入ってきて説明せえ、今のボケ。お前に、何してんねん。おい、おい、ずっとそのまま逃げ続けるなんて。説明してくれ。説明書だけ竹内になって。おい、終わらすな。おい。
無事言って意味わからんねん、ずっとこの企画自体が。いや大成功締めそう今日一日でさまざまな動物と仲良くなれて本当に満足背中がかくな締めようとしてる時は背中がかくな、おいおい、ゲームとまんまやんけ。友達の弟かも友達の弟かもおったわ、こんなやつ。わかんないけど笑ってるわ。ともくん、じゃあともくん、今日の魂ハウスはもうええわ何階建てかな。5階建て友達の弟もともくんもこの通り2階や、喜んでくれました。2階建てじゃこんな全部2階、本当はおい、どこ行くねん、なんで怖なんねん、急になんで怖なんねん、どういう意味。怖くなっちゃった、ごめんね。よしの、ね、変な企画が竹内を狂わしたよなんでみんなそうなんねん、おい、どういう意味、おい、何これ、なんやねんこれマジで、おいおい、顔うつさずに、顔うつさずにできる。ああ、最後その視点も楽しめるってこと。